どうもともみです。皆さん、チーズハーご覧いただき本当にありがとうございます。おかげさまでもう日本だけじゃなくて世界中からいっぱい反響いただいてめちゃめちゃ嬉しいです。この映像はちょうど1年前の2019年4月ぐらいから撮影を始めて、でずっと映像を撮りためて最終的にこの8分半ぐらいの映像に仕上がったんですけど、そこにたどり着くまでにはもう数々のハプニングだったりクラッシュだったり、そしてまあ仲間たちのサポートがあって、まあ、この映像ができたわけで、すごく思い入れの深い映像になってます。なので今日はこのメイキングの部分をぜひ皆さんにもお届けできたらなと思います。というわけでチェイス・ハービハインド・ザ・シーンズ、どうぞ。今もだいぶ荷物下ろしたけど、今からこのビデオの一番の山場のストッピーフロントフリップをするためのめちゃめちゃでかいバンクを作ります。推定高さここで、で面がね結構長い、これ今立てかけてあるやつにプラスもう一枚コンパネ足して計4メーターぐらいかな4メーターのでっけえバンクを作ってストッピーできます。奇跡的にこのふかふかなスポットを見つけたんで、ここにフロントで着地して、そこからこの映像が始まると。一番大事なところを今年の今日何日、29 12月29日みんなが一番ゆったりするときに一番追い込みます、自分を。これさえメイクれば俺は一応2019年は年を越せると。年越せんかったらこれどういうことイコール死んでるってこと一緒に年越そうぜ。イエーよっ。ともみです。今日は岐阜に来てます。岐阜の楓っていう BMX ライダーの家の庭に来ました。庭です。もう一度言います、庭です。ドン、庭です。半端ないね。やっぱやばすぎる。今日なんでここ来たかというと、俺の新しいビデオのこのノーリーフロントフリップを練習しに来ました。特別にここに作らせてもらって、ピーッとストッピーして、最後にブレーキしてドボン。何回かそこフロントフリップのイメージは掴んだんで、次ちょっとストッピーをして最後ストッピーのフロントまで今日行こうと思います。道数すぎて話してしまった。初めての感覚。めっちゃ迫ってきたもんなんか、なんやろ、いけるんかどうかもちょっとわからん、正直今のフィーリングでは。よやばい、なんとなく形になった。なってます、なってます。ナイス、いやー、
よっしゃ、世界初が見えてきたぞ絶対これ2発ですごいね。2発でそこまで行くんだね。メトロスクラスね。よお、早最短で2発目、多くても4発ぐらいで決めたい。行くわ。いや、飛ばしてくれ。何これ記憶がないねんが。とりあえずランディングしたな。したな。どう？悪くない。ちょっとでもブレーキングがてかストッピーがね、長いことできんかった。ピューって走りたかったんけど、割ともヒュッヒュッって感じだったから、2回目もちょっと余裕出して。ピーピーって感じで行きたいな。今のはちょっともう初めてやから、正直ビビりも入って、全然何も冷静にできてなかったから、だいぶ今ので気が楽になった。よし、かます。OK。大丈夫？うん。ああ、さあ、だ。どうしたん？腕ぶつけた？ああ、回転足らんくて、肘から落ちた。地面に？ああ。誰やこんな考えた？お前や。全部お前や。誰やこんなん作った？天気良くなっていたな結構。決めようか。昨日の練習思い出せ。俺。かよ。マット助かった。まあまあまあ。うわ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 。結構ハードクラッシュだったけど、なんとか無事。まあでも思ってたよりもむずいのは確か。
でも綺麗やった。クッション邪魔してるだけやろ。一番綺麗やったな。うん、だいぶね、あのね、全てが落ち着いて見えてる。ジャンプするときにブレーキのタイミングとか、うん、体の使い方とか、うん、イエ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 ついにこいつとさよならする時が来た。最高。やばすぎる。あー、もうちょっと震えてんもんな。あー、やばすぎる。ありがとう。みんなありがとうな。みんなありがとうな、ほんまに。ナイス。ほんまに。こっから撮ると、もう完全にね、着地点が全く見えへんのよな、正味。だからもうこの目印を頼りに、ひたすら行って。目印どれ？これです。見えた頃には遅いんよね。もうここで決まってやんたなんだな。
この葉っぱが全て俺の命。正直ね、岩着よぎりまくったで。リアは抜けてもいいやん、フロント乗らんかったら死にますよねと。いやマジでお前これはやったわマジで。あーちょっとあったかいお風呂入りたい。おー、イエス。急いでます、急いでます。カメラないとダメや。あ、猫ちゃんや。散歩してんの。気持ちいいな。行ってらっしゃい。ただいま46度です。気温は暑すぎるやろ。大阪の8月3日かな。えげつないっすな。一回熱中症で死にかけて1時間休憩してもう一回前に戻ってきました。何もしてないのにしんどい。息すんのもしんどい。マジでサウナで喋ってる感じなんです。今のは、これやばいな。160センチぐらい。一見めちゃめちゃやりやすそうに見えるけど逆にむずい説があるからな。誰かいる？大丈夫です。ナイス。大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫タイヤが破れてる。うお。3m ぐらいのボールライドかましました。どこから抜けたん？ここです。イエーイ。これより本当に 3m ぐらい。イエーイ。ナジ君、ありがとうございます。イエーイ。